こんにちは。歴ショックです。今回は、信玄が残した最悪の外交状態を乗り切り、長篠の戦いで敗れながらも完璧に武田氏を立て直し、7年間にわたって織田徳川氏との戦いを続けた武田勝頼の生涯について紹介します。勝頼は諸子の生まれであったものの、兄の死により家督を継ぐこととなり、織田、徳川、上杉に囲まれながらもうまく立ち回りましたが、長篠の戦いで大敗北を喫してしまいました。敗戦後は、上杉、北条、毛利と手を組み信長包囲網を作り上げ、敵を徳川一人に絞るという起死回生の外交を展開しますが、上杉謙信死後の大盾の乱で全てが崩れ、徳川、北条との二正面作戦を余儀なくされます。戦線は一気に拡大し、戦続きの中武田氏は限界を迎え、織田信長の侵攻により、勝頼は武田氏を滅亡させてしまうこととなりました。今回は、信玄の負の遺産を受け継ぎながらも、類稀なる才能で戦い続けた武田勝頼の生涯について紹介します。信玄の嫡男として、対外的にも認められる。家督相続までの勝頼。武田勝頼は、1546年、当時25歳だった武田信玄と、信玄が滅ぼした諏訪頼重の娘、諏訪御良人の子として生まれました。織田信長の12歳年下、徳川家康の3歳年下にあたり、8歳年上の兄、武田義信とは違い別妻の子であったことから、義信の一段下の諸子に位置づけられています。勝頼はその出自から、早くから諏訪氏入りが決められていたとされ、1561年、15歳の時に、諏訪氏分家、高藤諏訪氏の名跡を継ぎ、諏訪一族の僧侶として諏訪四郎勝頼を名乗りました。勝頼は、正室の子である武田義信、海野信力と違い、武田氏の通じ、信を与えられず、信玄の幼名、勝中の勝と、諏訪氏の通じ、よりをもらい、親族衆の一員として信濃高藤城主となり、武田氏に仕える立場となります。勝頼は、兄の海野信力、武田信行が、失明、創生していたことから、実質的に次男扱いを受けており、信玄は勝頼に、川中島の戦いで戦死した弟、武田天球信重の後継として、当主を支える役割を期待します。勝頼は、1563年に初陣を飾り、1565年、19歳の時には、当時武田氏と同盟を結んでいた織田信長の姪であり、養女となった劉松院と婚約しますが、この婚約が契機となり、兄の義信が謀反を起こす義信事件が勃発しました。義信は、2年間の幽閉の末、信玄との関係が回復することなく1567年に病死し、諸子の勝頼が実質的に信玄の子の中で最年長となります。しかしこの時点では、諸子で家臣筋にあたる勝頼は後継者とされず、妾の子で、正室、三条殿の管理下にあった弟の仁科盛信が有力候補となり、盛信は、武田天球信重の娘を後に妻に迎えるなど引き上げられていきます。勝頼はあくまでも一武将として成長していき、1569年の北条氏、今川氏との駿河鎌原城の戦いでは、武田信豊と共に自ら城に突入して落城に導き、信玄を喜ばせています。この頃23歳になっていた勝頼は、各地で武功を立てていましたが、勝頼の立場は、山形正景などと同格の有力指揮官の一人、諏訪勝頼でしかなく、信玄の後継者としての扱いは受けていませんでした。しかし、1570年頃、勝頼は突如として信玄の後継者とされ、甲府に迎えられて姓も武田に改め、将軍足利義昭に対し、関東と義昭の一時の受領の申請が行われます。これは、駿河侵攻以来、北条氏、徳川氏と関係が悪化する中で、当時13歳で、初陣もまだの仁科盛信ではなく、戦場経験豊富な勝頼でないと、戦続きの武田氏の当主は務まらないと判断されたためと推測されます。信玄が、義昭、信長の幕府内の関係に苦言を呈したことが災いし、この時の一時受領の申請は却下されてしまいましたが、勝頼は信玄の後継者として、この後対外的にもアピールされていきます。やがて信玄は、1572年に信長と手切れして徳川領侵攻を開始し、前年に織田氏ゆかりの正室、劉松院を亡くしていた勝頼も、嫡男として出陣しました。
同盟者の本願寺賢女からは、信玄と並んで勝頼にも戦勝を祝う書状が届けられており、対外的にも信玄の後継者としてすでに認知されています。勝頼は、遠江二俣城を主力として攻略し、三方ヶ原の戦いでも一軍を率いて徳川軍に大勝しましたが、三方ヶ原の戦い後、戦の途中で信玄は亡くなりました。信玄は死に際して、勝頼を武田氏の正当な後継者ではなく、あくまでも勝頼の子で織田氏の血を引く信雄が成長するまでの中津に陣代にしたとされます。さらに信玄は、勝頼に風林火山の旗の使用の禁止や、自分の死後3年の対外戦争を禁止、上杉謙信との関係改善など、一見不可解な遺言を残しました。陣代は、信玄に勝頼を後継に指名した罪を背負わせないための公用軍艦の捜索とはされていますが、一連の軍事行動は信玄一人の責任とし、織田氏の血を引く信雄を当主として、織田徳川陣営との和睦の糸口とする信玄の策略だったとする可能性もあります。しかし、ことは信玄の目論見通りとはいかず、信玄生前に当主権力を少しも譲られず、ただ信玄に枷をつけられただけの形となった勝頼は、織田、徳川、上杉と敵対するという最悪の外交状態を引き継ぎ、武田氏当主としての道を歩み始めることとなるのです。徳川を追い詰めるも、長篠の戦いで痛い敗戦を喫する。長篠の戦いまでの勝頼。武田信玄は、表向きは病気療養中とされ、武田氏では信玄の名で書状が発給されるなど、信玄が生きているように見せかけられましたが、ほどなくして信玄の死は公然のものとなります。一方、勝頼は、諏訪勝頼時代から一部の宿老と折り合いが悪かったようで、家督相続直後に、四天王の一人、内藤正秀と起請文を交換するなど、家臣団の掌握に不信していました。信玄と同世代の宿老僧は、勝頼と敵対していたわけではありませんでしたが、もともと同じ家臣同士であり、心を通わせることができていませんでした。勝頼も、宿老を排除しようとはしなかったものの、年齢差もあることから、宿老と同世代で、前線拠点にいる宿老とは違い甲府で内政に携わり、勝頼と接する機会も多かった跡部勝助、長坂長官斎らを徴用して、宿老を抑えようとします。一門衆として徴用した武田信豊、穴山信忠はまだ30代前半で若く、信玄時代とは違う体制を余儀なくされたのが勝頼の弱みの一つとなりました。そうしているうちにも、同盟国の浅井朝倉氏、室町幕府は滅亡し、家康も反転攻勢を開始、信玄の死の4ヶ月後の1573年8月には、奥三河の奥平信政を寝返らせ、長篠城を奪取します。勝頼は重臣の反対を押し切って、武田信豊や山形正景、馬場信春を長篠城救援に差し向けるも失敗し、上杉謙信は勝頼を酷評するなど、信玄の後継ぎとしての勝頼の名声は下がっていました。しかし勝頼は、年明けの1574年正月に、織田領の東美濃に侵攻し、明智城や飯浜城などを落とし、信長の兵が来る前に引き上げる、鮮やかな勝利を飾ります。さらに、本願寺との同盟を利用し、信長を機内に釘付けにすることで、織田、上杉による強撃をかわし、その間に、徳川方に寝返っていた遠江の高天神城を落とし、信玄死後の劣勢を挽回しました。一時勢いづいていた徳川氏を再び追い込んだ上に、家康の正室、築山殿や大岡八代をはじめとした岡崎衆にも調略を仕掛け、信玄が成し得なかった岡崎城奪取まで視野に入れ始めます。1575年4月には、信長に攻められた本願寺など反信長勢力の支援、及び大岡八代を謀反事件に乗じて、信濃から直接三河へ進軍しました。武田軍は、飛鳥城を落とし岡崎城に迫るも、大岡八代の謀反は未然に防がれ、勝頼は東三河の吉田城へと矛先を変え、途中の城を落としながら南下します。吉田城には、家康自らが援軍に入ったものの、家康は城にこもるばかりで、決戦の機会は訪れず、勝頼は、帰路にあたる長篠城を攻撃しながら周辺を放火し、家康を挑発していました。ここまで、三方ヶ原の戦いでの信玄に並ぶ戦果を挙げていた勝頼にとって誤算だったのが、機内に釘付けにされていたはずの信長の大軍の到着です。
信長は有利な位置にいる勝頼に攻めかかることはせず、馬防柵を築き守りを固めましたが、勝頼にとって運が悪かったのが、山に隠れて信長の援軍の全容がつかめず、前方に出てきた一部の部隊を全軍だと思ってしまったことです。長篠城救援に出向いたものの、武田軍に手も足も出ない織田徳川軍を見て、勝頼は決戦を挑むべく軍を進め、設楽原の決戦が始まります。しかし、武田軍が認識していなかった圧倒的な兵力差の前に、山形正景、馬場信春ら多くの家臣を失う大敗北を喫し、勝頼は撤退に追い込まれました。家康は、長篠の合戦から6日後には駿河まで進行しており、勝頼は休む間もなく、一門の穴山信忠を、駿河方面の責任者を務めていた山形正景に代わって江尻城代に任じ、体制の立て直しを図ります。しかし、織田徳川軍は、長篠での勝利の勢いのまま領土奪還に動き、奥三河は徳川氏の手に落ち、遠江、駿河方面にも徳川軍は進出しました。勝頼は、15歳以下の少年や、出家者を減属させてまで兵力を補充し、長篠の戦いから2ヶ月後には、急増の大軍を率いて援軍に駆けつけ、徳川軍の反撃を食い止めます。長篠の戦いから5ヶ月後には東美濃の岩村城が攻められ、勝頼は百姓を動員してまで軍勢を作り、援軍に駆けつけようとするも、信長の大軍の前に岩村城は援軍到着を待たずして落城してしまいました。12月には遠江二俣城までもが落とされ、武田氏の領国は縮小しますが、この後勝頼は驚異的な速さで武田氏を立て直していくこととなります。信長包囲網を機能させ、立て直しを果たすも力尽きる。武田勝頼の最後。勝頼は、戦死した重臣の跡目相続を進めるとともに、いとこで一門衆の武田信豊、穴山信忠を中心に家中を再編成していきます。その結果、年長の宿老は、最後の四天王、春日虎綱くらいになり、重臣層は一気に若返り、皮肉にも、武田家中での勝頼の発言力は高まりました。勝頼は、外交関係改善にも着手し、足利義昭からの、武田、上杉、北条の和睦要請に乗っかり、長篠の戦いの5ヶ月後には、宿敵、上杉謙信との和睦を成立させます。上杉氏との和睦により、北信濃に大軍を置く必要がなくなり、川中島の首相、春日虎綱を三河国境に移し、対徳川を任せました。1576年2月には、足利義昭が毛利領の備後鞆の浦に移ったことから、対信長で毛利氏とも工芸同盟を成立させます。そして、石山本願寺が信長に屈服しないよう、毛利、上杉と連携して本願寺救援に動き、信長包囲網を機能させることで、信長から武田領侵攻の余裕を奪う外交成果を挙げました。極めつけは北条氏との同盟強化で、上杉氏との和睦により、上杉氏と敵対する北条氏との関係が壊れかねないことから、北条氏政の妹、慶林院を1576年に正室に迎え、婚姻関係を成立させます。一連の施策により、勝頼は、長篠敗戦後の危機的状況を脱し、完全に立ち直り、徳川氏との戦いに専念する体制を整えました。家康が水軍を用いて駿府を直接攻撃するなど、防戦一方となる中、水軍拠点でもある高天神城に、水軍運用にも長けた岡部元信を入れ、遠江、駿河方面にも強固な防御網を構築します。この頃の勝頼は、武田信豊、穴山信忠に加え、弟の西名盛信に、馬場信春が担っていた北陸、飛騨方面を任せ、末弟の武田信清には、武田一族、安田氏の名跡を相続させるなど、重臣たちの穴を一門で埋める体制を固めつつありました。この勝頼の反抗体制が崩れるきっかけとなったのが、1578年3月の上杉謙信の死で、上杉氏では、長尾一族の影勝、北条氏出身の影虎の二人の養子が、後継者の座をめぐって争う大盾の乱が勃発します。影虎の兄にあたる北条氏政は、当時佐竹氏と交戦中だったことから、義弟の勝頼に影虎支援を要請し、勝頼は自ら越後に出兵しました。影勝方は、勝頼を味方につけるべく、奥信濃の領地や黄金の進呈を行いますが、
上杉氏の内紛を収め、対織田戦線に一刻も早く復帰させたい勝頼は、この提案を手がかりに、影勝、影虎の和睦の仲介を試みます。越後府中まで進軍した勝頼は、2万の兵の軍事力を背景に、強引に両者の和睦をまとめましたが、その間に家康が駿河へ侵攻したため、勝頼は越後から撤兵しました。この最中、信玄時代の宿老の最後の生き残りで、上杉氏との交渉役も担っていた春日虎綱が亡くなっており、勝頼にとっては大きな痛手となっています。勝頼は、どちらに味方するでもなく、内紛の火種を取り除きたかっただけでしたが、影勝、影虎は、勝頼が和睦仲介を放棄したとみなし戦闘を再開し、北条氏政も、勝頼が勝手に戦線離脱をしたと不信感を抱くなど、最悪の結果となります。影勝はなおも、勝頼を味方に引き入れるために、越後国内の根知城、不動産城までも割譲しますが、勝頼は影勝、影虎の間で中立を保ち、影勝からの援軍要請も体よく断っていました。北条氏とは明確に敵対はせず、1579年正月には、武田北条間で年賀の挨拶も行われていましたが、越後が影勝方有利になるにつれて、中立の勝頼も影勝寄りになっていき、影虎方、北条氏に敵対姿勢と取られかねない動きも増えていきます。氏政は、勝頼が北条と断交するという噂を口頭無形と断じながらも、念のため国境の備えを固め、勝頼もそれに対応して防備を固めるという悪循環が続きました。1579年4月には上杉景虎が自害し、北条氏の仇となってしまったことを自覚した勝頼は、8月には景虎方の重鎮だった上野の北条高広を調略するなど、北条氏への明確な敵対行動を取るようになります。同時期には、勝頼が伊豆との国境の沼津に三枚橋城を築城するなど、武田、北条両者の疑心暗鬼は最高潮に達し、1579年9月、双方が同盟継続を心の中では望みながらも抗争同盟は決裂し、武田、北条は戦闘を開始しました。その後の勝頼の行動は素早く、勝頼は駿河、伊豆の国境で氏政と対峙しながら、北条と敵対する佐竹氏と交差同盟を結び、上杉景勝とも妹の菊姫をこし入れさせて光悦同盟を結び、北条包囲網を構築します。勝頼は、北条領の上野沼田城に攻撃目標を定め、真田昌幸を中心に進攻を進め、勝頼自身も、1580年正月には、上野との国境にあたる武蔵羽入城に向けて出陣しました。この勝頼の猛攻に危機感を抱いた氏政は、家康と対武田で同盟を結び、さらに信長にも従属を申し出て、武田包囲網を構築します。こうして、徳川氏一人に敵を絞れていたはずの勝頼は、徳川、北条と二正面作戦を強いられ、さらに、戦場は駿河から上野まで広がり、甲斐も北条氏の脅威にさらされるという最悪の状況になりました。この状況を打破するために、勝頼は、本来の敵、織田信長との和睦、皇后和与の締結を目指しましたが、信玄の裏切りを憎む信長からは、格下扱いされた上に、軽くあしらわれています。この頃の勝頼は、武田信豊や穴山信忠、真田昌幸に、北条氏政、氏照、氏国兄弟の官職である、相模守、陸奥守、阿波守へ改称させており、北条討伐を最優先に、なおも望みのない信長との和睦交渉を続けていました。ただし、北条討伐自体は順調で、1580年8月には、真田昌幸が上野沼田城を攻略し、10月には、勝頼自らが出陣して東上野を蹂躙し、佐竹氏との同盟も機能したことで、上野の大半を手中に収めました。これにより勝頼は、長篠の戦いから5年後、信玄を超える武田氏の最大半島を築き上げるまでになったのです。しかし、勝頼が対北条に注力する間にも、駿河、遠江方面は家康による侵攻が進み、さらに悪いことに、1580年4月には本願寺が信長に降伏し、畿内の同盟勢力がいなくなります。5月には、甲斐本国が北条氏の攻撃にさらされたことで、勝頼は一層北条対策に注力するようになり、対徳川は、駿河方面の責任者である穴山信忠が一手に担うこととなりました。
武田氏では最優先事項となった対北条での活躍が重視される中、最も困難な対徳川を担う信忠は家中での地位を低下させていきます。そして1581年に遠江の高天神城が信長との和睦を進めたい勝頼が援軍を送らなかったこともあり落城し、駿河遠江方面を中心に勝頼の求心力は一気に低下し、信忠も勝頼への不信感を募らせていきました。勝頼自身は北条を下して対徳川に注力するために阿波の里見氏と同盟を結び、同盟者の佐竹氏が会津の足なしを支配下に入れ大勢力になったことで対北条の体制は盤石にしていましたが、信長との交渉は暗礁に乗り上げます。そのため1581年正月には信長との対決を意識した新たな拠点新府城築城を開始し、西名盛信を高遠城に入れ信長の侵攻に備え始めます。そんな中で高天神城落城を機に穴山信忠、木曽義政ら織田徳川氏と国境を接する一門衆をはじめ、密かに織田徳川陣営に通じる家臣が増えていき、1582年2月についに木曽義政の謀反に乗じて信長は武田領侵攻を開始します。勝頼は木曽義政討伐に出向くも、織田軍先陣の織田信忠の大軍の前に武田方は次々と逃亡し、徳川氏、北条氏も侵攻を開始したため勝頼は新府城に帰還を余儀なくされます。西名盛信が守る防御拠点高遠城も一日で落とされ、味方の兵にも逃げられ続ける中、勝頼は新府城を放棄し小山田信繁の軍内を目指して落ち延びました。しかし小山田信繁にも裏切られ行き場を失った勝頼は軍内手前の田野で織田軍の滝川一益の追撃を受け、誠実警備員嫡男信勝と共に自害し、長篠の戦いから7年後36歳で生涯を閉じ、戦国大名武田氏は滅亡することとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。